はい、ではソウルシーカーの紹介でございます。ではやっていきましょう。まずリーダーとスチームに必要があります。まず俺はこんなかっこいいキャラクターにしました。ソウルシーカーとは何ぞや、さあ僕もわかりません。ということでやっていきましょう。若い客員にチームに参加、参加しました。クラス参加、合流させましょう。チームに参加、なるほど、チームに入れてで行きましょう。ちょっと絵がなんか綺麗っぽい、ちゃんとしたゲームっぽい。さあレベル1を行きましょう。 OK バトル開始。さあどんなゲームかやっていきましょう。うん、ちゃんとこういう操作か。お、これちょっとゲーム性ありますね。両指でコマンドする強気ゲームみたいな感じですね。おー、結構なんかスマホを横画面にしてゲームやるんで、おお、仲間もおる。お、すげえ、仲間もおるし、結構ゲーム性ありますね。もう楽しい。操作が楽しいな、これ。やばい、 HP がやばい。ボスですね。ボスですタイム。ちょっとマットランタやべえな、これ。仲間の回復を待たんと。やばい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 、マジか。結構強いという。撃てるかこれ。よっしゃ、勝った。危ねえ、危なかった。待って、今録画しとる。報酬を選択してください。お、旅人の剣成功。結構絵的になんか楽しい絵ですね、これは。絵的になんかゲームっぽい絵ですね、これは。すげえ楽しいな、これ。これはソウルシーカーはいいな、結構。ってことで、ソウルシーカーのご紹介でした。皆さんもやってみてはどうですか？お、フレンド選択、星ロッカー。ってことで、チャンネル登録できた、してくれたら嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。